その作品性にもよりますが、テキストで読み進めるようなタイプの作品では文字の制御ができることがあります。文字の大きさを変える、色を変える、幾ばくかのアニメーションを行う、フォントを変えるとか、画面振動を起こしたりフラッシングさせたりする演出もそれに近いですが、今回はテキストの話に絞ります。文字演出はあんまりシリアスな作品には合わないかもしれませんが、文字や言葉の表現を変え、よりキャラクターの感情が伝わるようにしたり、無機質なゲーム展開に彩りを加えることはいかにも必要そうに感じられます。システム上これらを設定できるようにしておき、各国の言語に翻訳されるときには翻訳者がスクリプトを直接調整できるようにしておくようにするのが良いと思います。スクリプトというのは、ここでは演出を設定するデータのことを指します。すべてを元の開発側で設定していくのではなく、翻訳側に依存した方が良いと。何しろ言語によって適切な強調方法は違います。日本はコミック文化が盛んでしたから、書き文字やマンプなどの表現が非常に豊かです。書き文字というのは背景などに直接書かれる擬音など、マンプというのは、人物の顔に出てくる汗マークや青筋マークなど、実際にはあまりないけど記号として描かれるもの、感情表現が多いです。フォントや文字の使い分け、吹き出しの使い分けなども豊かで、限られた情報量の中で多彩な表現を行ってきました。そんな文化の中、同じサイズのテキストを淡々と送るだけではもったいないです。掘り下げる価値はあるのでは。だけど国や言語によってそういった演出が生きる尺度も異なる可能性があります。それぞれの国のネイティブの人が演出も含めて考えた方が良さそうなので、翻訳者がスクリプトをいじれるようにした方が良いというお話です。テキスト表示、当たり前といえば当たり前の機能です。だけどそこを読み続ける作品であれば、ここにより踏み込むことはそれなりの効果があるのではないでしょうか。